身長が155センチなんですけど、丈はちょうど折らずにもちょうどよくて、ウエストの調整ができるので、そこでクイッと引っ張ってちょうどよくなってます。折るのが可愛いなって思ったので、これならどうしても余ってる感があるんじゃないかなって思って、あんまり選んでなかったんですけど、丈感すごいちょうどいい気がします。なんかこう座ってもあんまり出ない、素肌が見えないので、でもちらっと見える靴下とかで色遊びも楽しいのかなと思うんですけど、腰回りややゆったりめになりましたよね。ゆったりだから楽なんですけど、ここから見た時のシルエットも案外好きだったりするんですけど、やっぱ前から見るとちょっと裾が長いなっていう感じですかね。私は M かな。なんか裾の長さあのままで履けるっていう安心感もあるけど、やっぱ身幅とかもちょっと大きくなるので M サイズの方が手持ちのワードローブにも合わせやすそうです。横から見るといいな、いい感じだな。見えないんですよね。後ろ早く見ても見えないんですよね。冬は特に結構ボトムスは暗めの色が多いので、なんか安心感があるというか、なのですごく新鮮ですね、この色は。あと濃いめのこうボーダーの、なんかトップスとかも色味気になるなと思いつつ、なんかすごい濃いみたいな感じになんか冬だとなりがちで、あまり挑戦したことがないので、なんかそれもちょっと良さそうだなと思いました。こういう全身ブラックみたいな格好コーディネートがすごい好きだし、落ち着くししっくりくるので、今日はブラックの M サイズを選んで全身黒でっていうのを合わせてみました。軽いんだよこのコート、すごいもうびっくりするぐらいに軽い、そして暖かいはず。いいな。私チェスターコートの方を持ってるんだけど、ノーカラーもなんかこれ改めてこういうストレートボトムスに合うね。なんか着てみたい、もっと可愛い感じになっちゃうかなと思って、私はキャラクター的にと思ってチェスターの方を持ってるんだけど、ノーカラーもなんかこのブラックのライン入りハイネックニットとブラックだと、なんか黒のアイラインができるからちょっとシュッと着れますねいいな。お腹周りはなんかちょうどっていう感じで、きつくはないですね。なんかお尻周りとかも程よいって感じです。丈感もこういうパンプスに合わせたり、長さがすごいちょうどいいなって思いました。パンプス履いてるとやっぱちょっともう少し足の甲が見えた方が可愛いなって感じがするので、1個折りぐらいの方が落ち着く感じがあります。大体寸足らずなのでこれはちょうどいい長さですね。靴を履いても靴とのバランスもとても綺麗でした。よりなんか端正な雰囲気で、ちょっとこうよそ行きに着れるような素敵な雰囲気がいいですね。生地の織りも全然違うので、私なんかそうすごいクラシックに着たくなっちゃったんだけど、すごいなんかそう裾に余裕がありますよね。その感じがとっても素敵です。調子ポイントはこのストレートシルエットです。前回春市がストレートシルエットで大変ご好評いただいたので、今回もストレートシルエットを作りました。シルエットのポイントとしては、この内側に入っているタックが足をスラッと見せてくれます。裾がタプッとすることによってここに空洞が生まれて前から見て細く見える。低いところにお尻の頂点がなくてちょっと高いところに設定してます。それがあるので綺麗にお尻が見えるっていうのもポイントです。こういうシワの入り方とかもこう足をスラッと見せてるのでちょっとこだわりポイントでもあります。脇だけに平ゴムが入っててここの間だけ縮めることができて、ここには平ゴムが入ってないのでシワは寄らずお尻が大きく見えないっていうのもポイントです。ブラックとグレーの糸で織ってるんですけど、なのでただの真っ黒でカチッとした雰囲気じゃなくてなんかちょっと奥行きのある色合いになってます。これは KTP のもうすぐ発売予定になるシャツワンピースです。これと合わせてもモノトーンコーデで可愛く決まるかなと思います。今年も、再販としてこの2つが一緒にお店に並びます。テーパードシルエットになっていてすっきりした印象のボトムスになります。丈感もさっき S も履いたんですけど S だとちょっと足首がちょうど隠れるぐらいで若干、なんかこういう短めのも可愛いんですけどなんとなくちょっと靴にかかるぐらいがバランス良さそうだなと思って M サイズを履いてます。上でこう柄とか色とかはたまに買うんですけどなんか下はもう濃いめか薄めかみたいな中間かみたいな白黒グレーみたいなたまにチノのベージュとかぐらい柄を買うっていう選択肢今まであんまりなかったです。新鮮です個人的には。パッと見テーパードシルエットなので綺麗見えするのかなと思ったんですけどちょっとストレッチが入ってるのですごい曲げ伸ばしがしやすくてすごい歩きやすくて動きやすくてでもかつなんかゆるっとしすぎないというかちょっとだけきちんと感もあるのが程よくてちょうどいいなと思いました。丈感ぴったりですねちょうど足にぴったりつくくらいで。